ンジュールバンドリー、皆様こんにちは。バンドリーは本店菊池です。佐々岡です。いやー、明けましたね。梅雨早いですね。早い。もう6月で梅雨明けはもうなんか観測史上初というか最速らしいですよ、ね、週末ももう6月のうちに35度超えてるんです。はい、40度観測もしてましたからね。ですよね。はい、やっぱりこの気温はもう間違いなくショーツの気温ですね、はい。まあ、僕自身ももう、はい、もう週末はショーツ欠かせないですね。でお客さんもショーツ求めて、はい、お客さんもいたし、はい、そんなわけで、はい、ということで、おすすめ3選の、ショーツコーディネートをご紹介させていただきます。それでは最後までごゆっくりご覧ください。それでは早速、はい、ご紹介していきましょう、はい。こちらまず最初のコーディネートはショーツは、ナンバーM別注のグルカショーツですね。まあ、なんといってもっていうのを過言ではないぐらいに、はい、あのバンドリーのショーツはもうこれ、はい、本当に3シーズン目で、はい、あの実は今季はこうネイビーもご説明もしたんですけど、はいはい、それに対して新色の、はい、ボーダーもあの去年までは白黒だったんですけど今回は白ネイビー、はい、やっぱネイビートーンで大人っぽく、はい、まあ、この長袖の、はい、あのドレスティーボーダーですね、はい。まあ、あの僕なんかも正直週末も暑さびっくりして、はい、もう短パン半袖だったんですけど、はい、ちょうどあの、うん、モックネックですよね。そうですね。モックネックの半袖とか、はい、ガゼットの半袖にもうまず単品、はい、ショーツを合わせて、ショーツを合わせたんですけど、はい、まあ当然やっぱりもううちの場合はあの短パンあの半袖でも大人っぽくやっぱり着れるので、全然半袖でも構わないんですけど。はい、やっぱりおすすめとなると、はい、やっぱりこう短パンにロングスリーブ。そうですね。で、まあ実際僕もこれ去年とかも本当に知ってたし、お客さんの、あの取引先でもこのスタイル結構やっていただいてるんですけど、はい、やっぱり持ってると、まあ、本当に良かったなっていうスタイルだと思います、はい、これは。本当にこう袖まくって、暑さっていうか暑苦しくまず見えないんですよね。そうですね。この素材のショーツのツヤ感とこれはうちで展開しているショーツの中では一番着丈は長めなショーツなんですけど、そうですね、はい、この素材のツヤ感と、まあ、揺れる感じが暑苦しくない、まあ、大人のもう短パンスタイルグルカ、はい、いわゆるあの先週もシティグルカっていう説明しましたけど、うんうん、まあ、街でもいいですし、うん、あの本当にこう、まあ、リゾート、はい、そのシーンでも汎用性がすごい広いので、まあ、これにバンダナなんか巻いちゃってもいいですし、うん、まあ、今年だったらまたちょっと気分でハット、おあのパナマなんかかぶってもなんかいきかなと思いますね、はい。まあ、何にせよこれは本当に絶対このコーディネートは、はい、お得というかおすすめというか、はい、絶対自分もするししていただきたい、はい、していただきたいコーディネートです、ね、はい、はい。続いてのおすすめコーディネートはこちらの、コロニークロージングとの別注のシアサッカーのショーツですね、はい。あえてちょっとこれ短めなんですよ、はい、膝上。あ、そうですそうです、はい。で、まあ、もうあの僕も履いてるんですけどこれも同じように普段だったら例えばまあ、はい、ポロシャツにこういうシアサッカーの看板、うん、はい、なんかもうほんとラフでカジュアルででも品があるっていうスタイルでいいんですけどやはりこれもおすすめとしては、うん、チルデンのこの長袖にこのちょっと短めのシアサッカーの短板、はい、まあ本当にまあ往年の IB スタイルっていうこうまあ一つのこうなんていうの象徴的なあの形なんですけど、はい、この短板もバミューダじゃなくてちょっと短めでこのプリーツ、はいはい、これが肝でそれに対してこうちょっと分量感のある、はい、トップス、はい、このバランスが絶妙な
あのバランスなので、はい、これなんかもう本当に、まあ、7月から8月のバカンスとか、うん、あのちょっと空調の効いたところなんかで、ね、もう1枚で素肌に、はい、まあ、例えばもうちょっとこう T シャツ着てこれでもいいんですけど、はい、その上からこれ肩から巻いててもしゃれてますので、まあ、あの昨日今日の暑さだとちょっとと思いますけど、やっぱりこう半袖もいいんですけど、やっぱり先考えると、うん、まあ、8月9月長袖の短パン、実際短パンこれからもう7、8、9月、はい、やっぱりこの長期間長袖、うん、あ、短パンにやっぱりこういう長袖のコーディネートなんか加えてもらうとすごく幅が広がると思いますね、うん、で、あと、まあ、これでも完成してるんですけど、ちょっと小物を足すとまた、はい、ね、はい、まあ、雰囲気が変わります。ちょっとさっきもあの言ったんですけど、こういうちょっとこうパラマなんかをアクセントで、はい、あの着せてもいいですよね、はい、なんか本当にこういうちょっとこうなん ドレスのパラマではなくて、ちょっとこうカジュアルっぽく、はい、あのちょっとこうラフに、はい、あの被るっていうのもなんか私なんか逆にしてみたい。あ、いいですね。そして最後にご紹介するのがこのリネンのタック入りショートパンツですね、はい、とノーラグランのガゼット、そうです、ね、これショーツと、はい、まあ、タコーデよりもちょっとこうカジュアル感で、はい、あのまあラッサというか、はい、あの本当にちょっとこうショートパンツもニット素材っていう、まあ本当にうちの定番的な、去年まではもうちょっと短かったんですよね、これ。そうですね。で、こういう形でタックも入ってて、これのポイントはもうこういうふうにウエスト、そのウエストマークがあるので、はい、タックインして着てもすごく様になると思います。はい。まあ本当にこの、まあ、今日はこの色のトーンで合わせましたけど、そうですね、例えばこういうのにちょっとこう夏らしいオレンジとか、はい、ブルー系なんか持ってきてもいいですし、うん、シックにこう黒なんか合わせてもねいいと思うんですけど、まあ本当にニット同士の短パンコーディネートなんですけど、はい、まあカジュアルさの中でもやっぱりちょっとこう大人っぽさは残しつつ、はいはい、で焼けた肌にこういうトーンのコーディネート、色はいいですよね、そう、また生えてきますよね、うん、ちなみに私も今日これ同じものちょっとこうテラコッタっていうかね、はい、アースペックカラーに合わせるとすごく映えるし、うん、まあ、こうやってジャケット着ても全然いいと思いますね、はい、でアクセントにちょっとこう黒で色も、締めて、そうなんです、これ例えばあるないとでやっぱりなんとなく表情が違うんですよね、うん、なんかこういうのをこうかけてたり、そう、締まります、ね、あとトゥアレグのね、はい、シルバーアクセサリーなんかやってもいいと思いますし、はい、やっぱりなんかこうポイントであるとなんかこうなんていうのかな、コーディネートの幅というか、はい、ちょっとこう余裕を感じますよね、そうですね、短パンに慣れてる人みたいな、履き慣れてる感が出てますね、そうそうそう、やっぱりこれだけ暑いとね、やっぱりもう短パンの需要、ね、まあ、はい、うちも2年前ちょうどねコロナの時なんかは家で過ごすのに、はい、随分こうショートパンツの需要が多かったんですけど、うん、まあ実質出かけるにしてもやっぱりもう短パンはもう一家に1枚じゃないか、やっぱり何枚も、ね、欠かせない、はい、アイテムですよね、そうですそうです、どう合わせるかとか、はい、何に合わせるかでまた雰囲気も全然違うので、まあ、本当にね、グルカだ、グルカサンダル、はい、いわゆるレザーのサンダル、うんうん、まあ、あとスニーカーだったり、はい、あとこうレザーのスリッポンみたいな、はい、軽いこうシューズなんか合わせてもいいし、まあ、B さんでも、ね、あ、だから大人っぽいコーデに B さんっていうのは、ね、その外しが、あ、なるほど、はい、ですね、ぜひ今日ご紹介した3つのコーディネートを、はい、お試しいただきたいです、もう絶対おすすめです、あ、です、はい、はい、ということで、もう絶対に着てほしいコーディネートを3つご紹介したんですけれども、今回は間違いない、絶対自信がありますね、はい、そうですね、中でも
さほかさんが今年気分というか、はい、のはありますか？いやいや、まあ実は、はい、あの3つ全部履いてんですけど、はい、そうですね、ちょっと履き方で、はい、今年はちょっとこうソックスを履いて、うん、スニーカーとかエアホースワン、まあ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 、それもあるけど、はい、もうこういうバンズなんかでもちょっとこう白いっぽいソックス履いて、はい、あの短パンっていうのちょっとこうマイブームみたいな感じでは、まあ去年は結構ね素足で、はい、まあそれももちろんなんですけど、うん、なんとなくこう80年代のこう雰囲気を自分では、はい、だからちょっとソックス履いてショーツを履くっていうのもちょっとこう気分、確かになんか綺麗なラインの差し色が入ってたソックスとかも入ってます。黒とちょっと左っぽい。本当ですか。じゃあのどこのソックスがおすすめかとかご質問もコメントありましたらぜひ。ちょっとうちで扱ってもらうのがあれなんですけど、はい、まあでもそういうこう、まあ、今年の短パン の、うん、あの気分っていうのはやっぱりあると思うんですよね。はい、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日ご紹介したアイテムは概要欄からもご購入いただきます。そちらもチェックお願いいたします。それでは、チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。また次回お楽しみに。